はい、皆さんこんにちは。ネクストビットケントです。今日もよろしくお願いします。と最近ですね、僕の周りでもパーソナルトレーニングへの需要がすごい高まってきてるように感じて、パーソナルトレーニング受けたいんだけど、どういうところで、どういう人にお願いすればいいのか、たくさんいるからどうやって選べばいいのかよくわからないっていうような質問をよくいただきます。で、僕のジムの近くだったら僕のとこ来ていただきたいんですけど、でもそうじゃなくて結構場所が遠くて、なかなかね、その自分のうちの近くで継続して行いたいっていう方もたくさんいらっしゃいますので、そういう方にパーソナルトレーナーの選び方っていうことを今日はちょっとお話ししていけたらなというふうに思います。お願いします。まず、パーソナルトレーナーの選び方をこう説明していく上で、大事なポイントっていうのは僕は3つあると思っていて、1つは場所ですね。ジムの場所。もう1つはトレーナーの質。で、もう一つはコストです。かかるお金ですね。で、この三つを、目安に選んでいただければいいんじゃないのかなというふうには思ってます。で、まず、場所ですね。場所なんですけど、やっぱり、パーソナルトレーニングとはいえ、継続して行うことが非常に重要なので、あんまりこう、自宅だったり、職場から遠いようなところは、僕はお勧めできないですね。無理なく継続できるような場所を選んであげた方がいいと思います。なんですごいこう有名なトレーナーがいて教えてほしいっていうのは、それはもういいと思うんですけど、ただ県をまたぐとか、そこまで行くのに1時間半かかるとかっていうのは、よっぽどのこう何か魅力がないといけないんじゃないかなというふうには思いますね。それよりはまずは継続してやることが僕は大事だと思います。で、次にコストですね。で、人によってそうパーソナルトレーニングかけるお金のバジェットっていうか予算は人それぞれだと思います。で、参考までに、都内のパーソナルトレーニングの、平均のコストです。大体1時間あたり6000円から1万円ぐらいって言われてます。なので、自分が大体1時間にどれぐらいかけられるか、で、トータル何ヶ月通って、例えば3ヶ月で週1回だったらトータルいくらぐらいまでだったらそこにお金かけられるのかっていうふうなこともね、基準にして、まずこう金額を大体ここら辺からこの辺とかっていうふうに決めておく。で、場所も大体この辺の地区で選びたいっていうのを決めておく。それだけでだいぶ絞れるんじゃないかなと思います。で、一番大事な部分というか一番重要なポイントなんですけど、トレーナーの質ですね。当たり前なんですけど、なかなかこうそのトレーナーさんの質って外から見ていて、なんか調べたりしても分かりにくい部分があると思うんですけども、その人の経歴、調べられる範囲でその人の経歴とか、あとは個人でホームページを持っているっていう人は僕はおすすめしていて、なんでかっていうと、ホームページ作るのって結構、大変な部分があって、お金とか時間もすごいかかるんで、なのでホームページを自分のこう、オフィシャルのホームページ持ってる人って、そこでしっかりお金を稼ぎたいとか、食べていきたいっていう目的のもとホームページを作ってると思うんですね。で、そういう情熱を持った人の方が、もちろんホームページ作ってない人でたくさんいいトレーナーいらっしゃいますけど、ホームページを自分で作っている人の方が、フィットネスにかける、なんだろうな、情熱というか、それでご飯を食べていきたいっていう人がね、比較的多いように僕は感じているので、まずホームページがある人。それから、パーソナルトレーニングジム行く方ってボディメイクだったり痩せたいっていう方が多いと思うんですけど、自分がなりたい体ですよね。を持っているトレーナーも一ついいと思いますね。で、あと、例えば肩幅狭い方が極端に肩幅広いような骨格になりたいと思っても、もうそれはもう遺伝的に決まっている骨格なので、絶対に無理とは言わないんですけど、なかなか難しいところはあります。なので、自分の骨格に合ったトレーナーを探すっていうのも一つ大事なところかなと思います。自分の骨格に似てる人、例えば肩幅がすごい狭くて、ちょっとこう肩が内に入ってる人とかっていうのは、その人独自の、効かせやすいポイントっていうのを熟知してますね。でも肩幅広いトレーナーっていうのは、その自分の骨格に合ったトレーニングの仕方で今までトレーニングをしてきているので、結構その意識が強い。で、必ずしもトレーニングって正しい方法が一つしかないわけではないので、肩幅が広い人のトレーニング、肩幅が狭い人のトレーニングに当てはまらない場合もあります。場合もあります。なので、
比較的ね、自分の骨格に合ったトレーナーを選んであげると、効かせ方っていうところでも、しっかり教えてもらえるんじゃないかなと。いうふうに思います。まあ今 SNS とか、そのホームページとかでいろいろこう、トレーナーもね、探せるので、ぜひぜひ、自分に合ったトレーナーを探していただきたいと思います。今日はここまでで終わっていきたいと思います。こういう話が少しでも参考になったり、まあ面白かったりしたらグッドボタン、それからチャンネル登録をぜひお願いします。インスタグラム、オフィシャルウェブなどのソーシャルメディアやってますので、エンドロール概要欄からぜひチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。How come I'm looking straight at me? The look on your face, what does it mean? Giving you a taxi, flabby master backseat turns in so classy. I always remember, time around November. Never be adverse, but you took the ladder. Sure was to play in the right game, then I was lame. All of the sudden.